どうも、アナサヒフカアナサです。今日はカスタマイズシミ治療、最近特によく聞くようになった治療だと思うんですけど、それがどういったものかとか、メリットとかデメリットとか、そういうのを含めて解説していきたいと思います。もし今日の動画がいいと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ早速始めていきたいと思います。そもそもカスタマイズシミ治療っていう言葉が出てきたのが、私の知る限りだと6、7年ぐらい前ですかね。そういう風にカスタマイズして、お客様の一人一人に合わせてシミ治療しようっていうようなことが言われるようになりました。私ね、その当時は若干違和感を感じたというか、当院だともともと一人一人の患者様に合わせてシミ治療をやってたもんですから、あえてカスタマイズとか言わなくてもいいんじゃないかなっていう風に感じたのも事実なんですよね。シミ治療っていうと結構どこでもやってるから簡単なんだろうとかね、レーザーを当てれば簡単に取れるんだろうっていう風に考える方多いと思うんですけど、シミ治療っていうのは案外難しくて、時間と手間がかかるものだったりもするんですよね。それゆえ費用もね、それなりにかかる治療だったりします。シミっていうと実は1種類だけじゃなくて、代表的なものだけでも5種類種類があるんですよね。一番有名かつ一番多いのが老人性色素斑、日光性色素斑って呼ばれたりもするんですけど、いわゆるシミですね。紫外線なんかの影響であちこちにポツポツっとできてくるようなシミ、小さいものから大きいものまで紫外線の浴びる部位にメインでできてくるものですね。それもありますし、そばかす、鼻の頭から頬にかけて小さな斑点ができるものもありますし、これはね割と小さい時からできるのが特徴ですね。あと肝斑、ほとんどは女性ですけど、両頬に美満性って言ってベタっとしたようなシミができることもあります。その他、炎症後色素沈着って言ってね、ニキビの跡とか火傷の跡、湿疹の跡とかが黒ずんでしまう炎症後色素沈着もありますね。最初に言った老人性色素斑をレーザーを当てると炎症後色素沈着になるっていうこともあります。最後ね、あざの類ですね。これは厳密にはシミじゃないんですけど、シミと同じように扱われることが多いんですけど、 ADM とか扁平母斑って言ったシミじゃなくてあざの類が出てくるわけなんですね。代表的なものを挙げるだけでもその5つあって、さらにねそれがいくつかのパターンに分類されていったりもするんですよね。そうなってくると一言でシミって言ってもいろんな種類があって、それぞれ治療方法が若干違ってたりするので、そうなってくると結構大変だなっていうのはご理解いただけるかと思うんですよね。シミの患者様が来ましたって言ってね、すぐにレーザーをやってパッて取れちゃうっていうわけではないっていうことは、まず一つ皆さんにお伝えしたいかなっていうふうに思いますね。それを前提として、どうしてカスタマイズシミ治療が必要なのかっていうことを3つ理由を解説していきたいと思います。一つ目は、日本人の場合はいろんなシミの種類が混ざってることがほとんどだからっていうことなんですね。シミ相談でお客様が来られますと、老人性色素斑だからレーザーしましょうとかね、 ADM だからレーザーしましょうとか、肝斑だから飲み薬とつけ薬でやりましょうとかね、そういう風にいけば話は簡単なんですけど、実際はいろんなシミが混ざってることがほとんどなんだっていうわけなんですね。代表的なのとしては、肝斑と老人性色素斑が混ざってるみたいな感じなんですね。だから一概に一つの治療で良くなるわけではないっていうことなんですね。いろいろ混ざってるっていうことがある。だからそれぞれのお客様に合わせた治療が必要になってくるっていうわけなんですね。二つ目としては、どちらを優先して治療するかっていうのが人によって変わってくるっていうわけなんですね。例えばさっき2つ肝斑と老人性色素斑が混ざってる方がいるっていうことをご説明したんですけど、その場合肝斑の方が先に治療するのか、老人性色素斑を先に治療するのか、同時にやっていいのかっていうのは人によって異なるあるわけなんですね。例えば肝斑が明らかに優位な場合、レーザーはやらない方がいいんですね。レーザーやると肝斑が悪化してしまうからなんですね。なのでレーザーは後々にして肝斑を先に治療した方がいいかなっていう風には思うんですよね。逆に肝斑はほんのちょっとしかなくて、老人性色素斑の方が圧倒的に優位であると、その場合肝斑の治療を待ってるっていうのも時間の無駄っていう感じがあるので、例えばね、肝斑の方は飲み薬で抑えつつ、老人性色素斑の方はフォトで叩いてしまいますかとか、レーザーで叩いてしまいますかっていう話になるわけなんですね。だから人によって順番が異なってくるっていうのがあるんですね。最後3つ目としては、肌のベースのコンディションによってレーザーの反応が違ってくるっていうことなんですね。例えば最初の状態で肌がすごいくすんでたりとか赤みが強い場合っていうのは、レーザーを当てるとそのレーザーの刺激によってくすみとか赤みが悪化してしまったりすることがあるんですよね。さらにシミも取りにくいっていうことがあったりとか、後で色素沈着がものすごく
すごい生じやすいっていうことになるんですよね。だからベースの肌のコンディションによってすぐ当てるべきなのか当てないべきなのかっていうのが変わってくるわけなんです。肌荒れがすごいひどい方の場合は先に肌荒れを治すべきですし、くすみとか赤みとか肌のダメージがすごい強い方っていうのは例えばエレクトロポレーションとかを先にやってレチノールのつけ薬とかもやって肌の状態がある程度良くなったところでレーザーをやろうかっていうような選択肢も出てくるわけなんですね。じゃあ次にカスタマイズシミ治療の問題点について解説していきたいと思うんですよね。問題点の一つ目としては一人一人によって治療法が異なるっていうことはエビデンスとして確立しにくくなってくるっていうことなんですね。すなわち一人一人に合わせた治療をやっていくならば全体としてね結果的にその治療が一番良かったのか一番最適だったのかっていうのはね分からないっていうことになるんですよね。だからそのあたりすごく属人的になってしまってドクターの言うままやってみました、それが科学的に見て果たして本当に一番良かったのかっていうのは分からないっていう風になるわけなんですね。そのあたりはね一つちょっと問題かなっていう風に思っていて、あんまりカスタマイズ治療カスタマイズ治療って言っていくとエビデンスベースドメディスンっていうね EBM って言ってねエビデンスに基づいて治療していきましょうっていうのと逆行する流れになりうるっていうことはちょっと注意が必要かなっていう風に思ってますね。だからカスタマイズって言っても結局はこういった場合こうやったら一番良かったっていう何らかのエビデンスっていうのを確立していかない限りはどっかで決まるんじゃないかなっていうのが一つの問題点として感じているところですね。あと二つ目の問題点としては最近ねカスタマイズ治療をサブスクモデルでやってるクリニックがあるみたいなんですよね。月々いくらでカスタマイズシミ治療が受けられますみたいなところがあると思うんですよね。そうなってくるとお客様の心理としてはなるべく高い治療をたくさんやってほしいっていう心理になってくるかと思うんですよね。けどドクター側としてはまだこの治療は早いとかまずはこちらの治療を数ヶ月やってみるべきだみたいな感じになってお互いと目指すものが別になってきて不信感が生じてしまうような局面が起こりうるんじゃないかなっていうふうに思いますね。だからカスタマイズ皮膚治療とかをやる場合っていうのはかなりドクターとの信頼関係が必要になってくるわけでお客様としてもサブスクモデルになっちゃうとこっちの方が得だとか高い治療をなるべくたくさん受けたいみたいな発想になるとじゃあそもそもカスタマイズ治療の意味ってなんだっけってなってくるわけなんですね。その2点がちょっと問題があるかなっていうふうには思う次第ですね。カスタマイズシミ治療の平均的な費用を教えてください。大体平均的には月々3から5万円ぐらいでそれが6ヶ月ぐらい続くイメージになりますね。トータルで言うと20万円とか30万円とかかかっちゃうので病院選びは慎重にやった方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。やっぱりドクターと相当信頼関係が結べているところの方がいいと思いますね。それぐらいの費用感でいくならば普通にフォトフェイシャルのコースと飲み薬つけ薬とかの方が安かったりしますからね。プラスアルファどういう付加価値があるのかっていうのをよく検討して選んだ方がいいですね。通販でもサブスクモデルっていうのはちょっと危険だっていうのを皆さんご存知だと思うんですけどそれはね美容医療も同じでサブスクでその料金払うのであればどういう付加価値があるのかっていうことをねよく考えてから契約された方がいいと思いますね。ちなみに当院だとそういう月々いくらっていうサブスクモデルはやってなくてお客様に合わせて治療は提案させていただくんですけど治療に合わせた料金でまるっといくらっていうのはやってないですね。高ければ高い施術の方が効果はあるんですか？シミ治療に関しては一概にそうとも言えないと思いますけどね。全般的にはシミ治療自体は値下がりする傾向にあって今あんまりシミ治療単体で高い治療っていうのはないんじゃないかなと思いますけどね。治療にはどのくらい期間がかかるものなんでしょうか？実はシミ治療って一般的には解決するまでに半年ぐらいかかるのが普通だったりしますよね。ただ早ければ3ヶ月ぐらいかなっていうイメージですね。いずれにしろパッとやってパッと取れるっていう方は意外と少数派だったりしますね。先ほどのお話だと何の施術が自分に合うかわからないけどシミを治したいという人でも先生から適切な施術を提案していただけるとのことでしたが鼻フサ皮膚科でも自分が何の施術が合うかわからないという場合でも受診して大丈夫ですか？それはもちろん大丈夫です。それを診断するのが医者の仕事ですからね。治療法の判断が上手な医師の見分け方などコツがあれば教えてください。やっぱりね皮膚科医の方が見分けるのは得意かなと思うんですけどね。いろいろご質問あるとは思うんですけどやっぱり一番いいのは信頼できるドクターでしっかりシミを診断してくれて治療の流れとかね治療計画を立ててくれるところであればわざわざカスタマイズ治療っていうのを押してなくても医者と患者様で本来あるべきものをしっかり実践してくれるのであればそれこそがねカスタマイズ治療だとは思ってますけどね。
今日は今話題のカスタマイズシミ治療について解説させていただきました。当院でもね、それぞれの患者様に合わせて治療計画を立てていくっていうのはこれまでもずっとやってきたことなので、シミでお困りの方は鼻ふさ皮膚科にご相談いただけるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。もし今日の動画が役に立ったっていう方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。